天帝ぶ小池じゃない天帝ライチと宗家ヒットラグナーの戦いですね。さあ第一試合開幕はお互い様子見からのジャンプジャンプ大型って睨み合い。さあラグナーが固めて棒が当たる。なかなか触れそうもない。あでも逃げ体育うまい素晴らしい。おっからきっちりコンボして足まで5招待。奥攻めが始まってここは四隅ジャムガードエクシーダンスにしたか。そこをオーバードル返されて 5B から半角押し置き。つばめで締めて大きめ下段下段からの大きめ逃げるな中段チョップが刺さる。さすが死神のチョップと押さえられた小池のチョップ誰も見えない。一試合終わってお互い様子見ダニリ刺さってジョンビ当たったけどコンボには照らす見えあまり調子 6A。 さあこっからゲロゲロ奥攻めが始まる。奥しちゃんとラマって6つまみで締めて防御戦廃止。あチョップが決まる。ここでバスト。固めが始まってそこがきっちりしている。ここから巻き返せるか。ジャンプピンめくり刺さって連撃強拳きっちり締めて、まずは最初の試合を制していったのは小池ライチ。さすが天帝ライチ安定した試合運びです。ニコ生のコメントでもですね、力の小池チョップしとけええねんと。さあ神風チーム続いて地方出てくるのはおっとこれは投げのすけ選手違った、ごめん合ってる。さあ次に出てくるのはテイガーです。小池さん地味にテイガー苦手にしてるんじゃないかなと勝手に思ってるんですが、さあどう出るか。結構いろんな奴でテイガーに泣きを見たというのを話をちょっと聞いたんですけども、まあテイガー戦いろいろドラマが起きますからね、そこを期待したいところです。開幕はお互いジャンプ様子見 5B カウントヒットジャンプ見通してテイガーオーバードライブ OK 磁力つけて熱波はダメよと1磁力つけてこちらもオーバードライブエクシーズアクセルで返す。とりあえずアクティブフローに安定して切り返していって、あーっと上だけ掴まれてきっちり、あーっとジェネシックが決まった。小池さんこれにはあんまり乗せない。まず1本取られていく。じゃあ今素晴らしいですね。テイガーさんやはりこうでなくてはボディー全力ついたジャンプにガンってヒットからの、さあ駒だけは到達に、おっとコンボミス。さあカタパルトなんたら到達に端までご招待。こっから俺のターンだと小池が攻めていく。下段通してしっかりコンボ決めていく。座りで締めて大きな目が始まる。ガーキャンで返すボディ。さあスレッジで少しずつ前を詰めていくレイガースレッジ。さあ下段ジャンプリンの下段部分が刺さった。これは美味しい。もう一度発進ご招待帰っていったか。スパークボードがぶっ放されていく。資料がついたか。さあ国士しっかり拾ってケチ決めていく。
バースト状況は不利ですが、なんとか命をつないだ。開幕 5D から 6B でチクチク攻めていく。お、 6A 着地に 6A きっちり決めていく。これは見えない。始まる5招待ツバメで締めて、とりあえずお投げを警戒。エキシードアクセル空振って、スパークボルトガードはしている。アクセルで逃げながら特使、特使で騎士うますぎる。棒で追いかけ追っ払う。一通でよろしくて、ニディジローがついてしまった。一通を通して、おっ掴んでいく。素晴らしい反応。投げ、ガーキャンでカマース返す。来るんじゃねえと。ガーデンフィンが吸い込まれて中断中断。カウンターヒートを当たって、これ投げ決まる。これはまずい。おっと欲望ガーキャンで返して、さあジージーしてるか。どうぞカウンターヒート攻めていく。ここでオーバードライブ。おっとごめん引っかかった。素晴らしい素晴らしい対空の駒投げ。さあ先方は藤尾さんのアズライル対小池のライチ。まだストロングなチョップで天海さんのプレイヤーの心を折っていくのか小池ライチ。開幕はさあアズライルの力強いステップから 2D で下段投手がつまめ返し裏に回っていたが勝ったりしてしまう。棒の当たりがカウンターヒットして逃げ通して、チョップを通して画面端のコンボ切れてくる。ここでバースト対空通っていたが棒がカウンターヒットしてしまう。おっと 2B 置いている。グースタフで突き詰めて 4B で対空取っていったが 4B マウンボー当てて 4B。 おっと1つ使ってしまったが問題ないとばかりに。さあここで弱点を2号つけて、ボディが見えてる。 5B 当たってしまって安定取っていったのは小池ライチ。まずは危なげなく一本選手。大難度グーサー使ってしまうが、おほーねと溜めている。さあ棒をうまく使ったスリングが展開されていますが、さあ触ってめくりから後衛当たって、はいはいはいと3打。さあ体の敵がついてる突進技チャンカンでホーネット。さあ 6A 当たったのに何もないが、さあ棒を飛ばして棒の上に降りていく。ボディきっちりガードしてる。あーっとつまめないし何かが読めていたが残念ながら勝って 6A カウントヒット。これは痛い。さあ 5A 4B は飛ばなくて、さあグッサクルラビットから素晴らしいブラックホークスティンガー一本取り返していく藤原タイル。素晴らしい素早い転換のハメ。ジャンプに降りてきたがグーサフ、ジャンプ B 先端が立ってしまったがコンボリエガス。ジャンプに防衛されて来るんじゃねえと。おっとなんと棒を 2C でかき消して強引に叩き落としていく。素晴らしい弱点をつけ直して、おっとB 兄弟勝ったのはみんなでなんたら物語ですね。おめでとうございます。はい、B 兄弟、次の試合をお呼び出します。
B 筐体クソゲーしに来ました。ミルキーココナイワンチャンマンミュートゥエルブミカサアマネエビデイザノリ。対するは対するはワラ君のところバリアースブルー。はい、クソゲーしに来ました。とバリアースブルー B 筐体で試合です。小池さん負けた。マジ死んでるだろうなと思ってきたら、あんたも死んでたから。すっげー混んでて、いろいろあった、いろいろあった。あら、しょうがない。休んでる。さあ、副将戦法戦。小池ライチバーサス草壁のいざよい。お互いに発射して弾と棒の飛ばし合い。さあここまでお互いにまだ状況はイーブンといったところでしょうか。あ、ジャンプミックデータから通していって、さあつばめ返して、おっとこれスルーカウンター。おっとコーンミスってしまったが、 5A から紫投げのチャンス。これは投げていくがオーバードライブから、ピッチコンボしていく。さあ中段投げ、投げ抜いていく自身。さあ球が欲しいので、おっと弾をバックステップで透かしていく。簡単には試させんぞと 6D からがクラッシュトリガーでつなげていくコンボ。あーつばめ返しがミスってバースト。俺のチョッパー通るんだと強気にチョップしていって、まずは1ラウンド取っていったのは小池プロ。第2ラウンドクーダからジャンプ、球引っかかって、おっと投げはクーダに勝ち合って、クー投げしつこくクー投げスルーリジェクトミス出ている。さすがに対応できなかったが、さあこれチョップが取ったがコンボできない。さらに棒が引っかかって受け身取らねえとこうなるなど 3C からこうなんかなんだっけあれこういうのも国士武装だって。さあ、後がないが一発も通ってしまう小池の勝ち。さあチームの勝利を取り返していったのは小池プロ。さすがこの男。あなたがどんな正義を掲げようと、さあみんなで叶える物語チーム、時報で出てきたのはバタコ白麺。昨日はノジアでメンヘだって白麺やめるとまで言っていたあの男ですが、メンタルは持ち直したんでしょうか。おっとカードネームを白面ヘラから24な白面ですね。一体どうした。さあコメントでも小池さんとやるとまた面ヘラになるぞと心配するコメントが流れている。そんなこんなで副将戦、副将対地方戦。さあ、さあジャンプしてぶち込んでいって防衛から投げを通して、投げを通したかったがバリ返していたためにこれが離れてスカッてしまう。さ
さあ5ミン6ミン6ミン止め、そして一瞬待って空投げ、素晴らしい小池大地、よく動きを見ていた。さあ当て身をしていたが遅らせて棒が触ってしまう、棒が立ってしまうので取れない。さあここは熱波を選択したが丁寧にガードして棒で出鼻をくじいていく、投げを通してしっかり拾ってコンボしていく。熱波はダメだと、熱波してんじゃねえよと小池押し置きしていく。まずは一段のセンスしていくのは小池プロ、ジャンプしていったが角度が合わなかった。おっとコンボミスったが半角は免れる。さあ棒が飛んでくる棒を切りたいようだが、おっ素晴らしい。さあ6ミリ空中ヒット当たって川上でバウンドしてきっちりコンボして、なんとさらにそこから入れ替えて発祥維持、見事理想の位置に。さあ雪風を通してガボーのために避けられてしまう。2B、6B からクーダで攻めていくが、ここでオーバードライブ、フーマジンアッパー取って、さあここでもう1回だ。さあ棒がないので強気に攻めていきたいが、下段通した、下段通して、なんとこっから、なんとこっからいかなかったか、残念です。そしてここでバスト戻して棒が反応した、素晴らしい、見ていた。小池のクラスでクーナーも素晴らしかったが、それに反応したバトコライジも素晴らしい、バトファイが目指すも素晴らしい。あっとこれ空中のゴーシーが立ってしまう、残念ですから、さすがに死にはしないが、あとワンパン、あとワンパン準備してカウンターサルト切り返していってクー投げ通してスルーカウンター、あと一歩集めきれなかったバトファー面。コメントではお互いを称賛するコメントが流れております。お互いめちゃうまいと。いえスサノオユニット、あなたの体にヒントがあるはず、ロイを器につなぎ止めるヒントが。そうですね、今非常にいい試合でしたね。さあこれで小池が2人打ち取ってお互いイーブンの状況、副将対副将の試合になります。みんなで叶える物語チーム。さあ副将出てきたのは段位が安定しないということで有名な青いナイン、さあ副将戦第1ラウンドは、さあ棒がまず立って棒に、さあここでヤーキャンオーバードライブからエクシーダスを決めていく。まずは一発ぶち当てていくぞと、さあ棒を置いていってたか、さあ西体育素晴らしい勝利に切り返していく。クー投げ通して、画面端ゴー招待中段一通過ラビディガスです、素晴らしいヒット確認。なかなか仕上がってる1本目選手してるのは小池らやち。さあ6へ通すことするぞ、
さあここでアイサの声がクリーンヒット。ボーが後ろが襲ってくる。さらに奥で襲ってきて受け身をくなぎかかっていく。たまらずバースト、こちらもバースト。さあ青井さんの攻めが始まる。上り中段だったか。ピッチガードしてクンサイトガードしている。さあ時計の針をリセットして、さあ空中マイステップで裏回ってジャンプ攻撃、ディストーションで締めてきっちり殺しきる。2ラウンド目取り返していったのは青いナイン。副将戦最終ラウンド、さあ6位刺した。 3C で牽制して棒が飛んでくる。おっと、シシンや棒を飛ばしてなんとか触りたい攻撃ライチ。あっと天意に棒が放った人の5番5番から高水銀の投げ。さあ後ろに天使のうまくガードしたか。さあ 4D から橋までご招待昇竜拳で切り返す。ネイビープレッシャーネイビープレッシャー、あーっと棒がカウントヒットして拾えてしまう。ここで橋までご招待受け身取れてしまったか。ここでカウンターサルト。カウンターサルトで切り返していく。棒が当たってさあまだお互いワンチャンあるというところでしょう。あーっと刺さってしまってここでバスト。先にバスト入ったのは小池大地。さああ 4D が乗って時間ギリギリ殺しきっていく。副将戦を制したのは小池大地。さあ先に大将を気づかされたのはみんなで叶える物語チーム。これが本物の魔。さあみんなで叶える物語チーム、最後に出てきたのは振り向きさんのアラクネ。副将大将戦開幕はジャンプで体育取っていく。しつこく落としていく。さあ棒で叩き落としてなんとか地面に荒くなる叩き落としたいライチが。さあ 6B 刺さってはダークスでよけられる。おっとクマが刺さってラグが溜まってラグニーチ抱きついた。ラクティの時間がさあ始まるぞ。バリン。さあラクティが終わってしまった。しかし攻撃のダメージもそこそこある。さあ4リードして刺さらなかったが 5C で対空うまい。さあ下段刺さってさあダメージを伸ばしていって進まれて締めて足を進まれるが
ゾンビ対空うまい。さあ棒が飛んでくる、飛んでくる、帰ってきた棒にカウンターしてしまって、一本目先取していくな、あ小池大地。さあ棒を出て切り消していく、つまめ返し間に合わない、ゴミカウンター押し、カウンター詰めが押し置き。さあおいしいコンボは引っかかってゲッチリ返でつまめで締めて、チョップが通ったかな、つまめ返し最高ショット読んでいる。さあ虫プレイしようよと荒船が締めていく、あーっと虫が、さあ砂の場合もこれはきつい、あーっとオーバーダイブから2ビー、あーっと刺さったがコンボに行けなかった、ジャンピー刺さって4ビー、あーっと4ビー、素晴らしい体育、きっちり上を見ていた、勝ったな小池大地。小池大地4立てです。